幕末期の薩摩藩士、明治時代の官僚。名前は、堀次郎とも。薩摩藩の少層藩士による成虫組の旗揚げに、加わる。この頃は堀を名乗っている。藩主の父として、実権を握る島津久光は、過激に陥りがちな成虫組の取り込みを図り、側近として抜擢。堀も御昭南同役に任命された4月には再び、判明で小太郎と改名。 当初は、大久保利道と並ぶ久光側近として、京都、江戸などで他藩との交渉などに活躍した。文久元年12月、幕府改革を目指した、久光の出兵計画の準備のための時間稼ぎを行う必要があり、藩主、島津忠義の参勤を遅らせるための規策として、国元からの指示で江戸藩邸を自焼きさせた。この火災被害により、中儀は、 江戸出府の遅延を差し許されたが、翌文久2年8月3日、幕府によって、薩摩藩の自作自演であることが発覚。主犯格とされた伊地地は10日、藩の船天遊丸により、江戸から鹿児島に完走され、以後は、薩摩藩の政治活動の第一線からは退いた。貨幣局出資、琉球財番、修士の返産に携わる。慶応年間には、薩摩の A、 ラントの貿易交渉に従事する。明治維新後は内務省に出資するが、長年の名優だった内務卿大久保利道に琉球から賄賂を受け取ったことを咎められ免職となる。まとめた主な支書に沖縄市略沖縄市がある。ありがとうございます。